ばんは。前回の続きやっていきます。前回そのこの左にスライム出てるんですけど、リムって主人公のそのなんでスライムに転生したかとか、あのベルドラって暴風竜ベルドラドラゴンがいるんですけど、それをこうこのリムの中に取り込んでるんですけど、なんで取り込んだのかとか、そういうね紹介がありました。あとチュートリアル的なものが、その続きからですねやっていきましょう。先ほど出会った仲間を部隊に加えることを推奨します。確認しました。出撃をタップするとクエストが開始します。この大賢者っていうのもアニメの中にもちゃんと出てくるんですよね。このリムルのスキルっていうか。さあ、ここでは感づかれるかもしれません。我らの村でご説明。感づかれる？まあいいや、案内を頼む。帰り道に魔獣が出るかもしれません。我々も警戒しますが、何卒ご助力を。せっかく村に案内してもらうんだ、そのくらいは手伝わせてくれよ。私の出番ですね。敵や味方のキャラクター長押しで対象の詳細情報を展開します。敵の情報を把握して戦闘を行うことを推奨します。なんか力を使ってそうだけど、なんか押しモデルとかはないんだ。終わりみたい。これは使える。せっ、真っ二つに。いざ、アップで。対応策は、真っ二つに。いざ、勝利ポーズです。村に向かう道中、魔獣との小競り合いもあったけど、特に大きな問題もなく、俺たちはゴブリンの村へとたどり着いた。それにしても粗末な村だ。ベルドラの鼻息で吹き飛びそう。ようこそお客人。私はこの村の村長をさせていただいております。はい、どうもよろしく。で、自分にお願いとは何ですか？実は最近魔物の動きが活発になっているのはご存知でしょうか？いや。我らの神が一月前にお姿をお隠しになられたのです。そのため近隣の魔物がこの地にちょっかいをかけ始めまして。神って、ベルドラのことか？時期的には合うな。魔物よけになっていたということか。我々も応戦したのですが、戦力的に厳しく。それであなた様に力を貸してほしいと。なるほどね。しかし、自分はスライムですので、期待されているような働きはできないと思うのですが。ははは、ご謙遜を。
ただのスライムにそこまでのオーラは出せませぬよ。相当に名を馳せる魔物なのでしょう。オーラ？なんだそれ。そんなの出した覚えはないぞ。大賢者、魔力感知の視点を切り替え、自分を客観的に見せてくれ。視点を切り替えます。うわ、オーラを出したままだったのか。大通りを社会の窓全開で歩いていたみたいだ。これはあかん。だからゴブリンたちは怯えていたのか。ふふふ、さすがは村長、わかるか。もちろんでございましたも、漂う風格までは隠せておりませぬ。そうか、わかってしまったか。お前たちはなかなか見どころがあるようだな。お、引っ込められた。おお、我々を試されていたのですね。そのオーラに怯える者も多かったので助かります。そうだな、怯えずに話しかけてくるとは見どころがあるぞ。で、何の見どころだよ。っていうか、洞窟にいた人間たちよく気がつかなかったな。ははあ、ありがとうございます。それでお願いと言いますのは。ゴブリンの話によると、東の地から狼の魔物ガロウ族が押し寄せて戦いになり、ゴブリンの戦士が多数討ち死にしたのだという。その中に名持ちの守護者のような戦士がいたらしいのだが、その戦士も討ち死にし、村は危機に瀕しているということだった。ガロウ族は全部で100匹程度、こちらの戦えるものは60匹くらいでして。絶望的な戦力差だな。なんか無理ゲーっぽいな。なあ、その名持ちのゴブリンの戦士は勝てないと分かっていて戦ったのか。いえ、ガロウ族の情報はその戦士が命がけで入手したものなのです。戦士は私の息子で、これの兄でした。そうか、悪いことを聞いた。村長、一つ確認したい。は、はい。俺がこの村を助けるなら、その見返りは何だ。お前たちは俺に何を差し出せる。はあ、本当は見返りなんて求めてない。ただちょっと体裁を整える必要があるだけだ。我々の忠誠を捧げます。我らに守護をお与えください。さすれば我らはリムル様に忠誠を誓いましょう。そういえば、何のかんの言って昔から頼まれごとに弱かった。ガロウ族だ！やばい、やばいよ！コーリ、落ち着きなさい。ビビる必要はない。これから倒す相手だ。では、お前たちの願い、暴風竜ヴェルドラに代わり、このリムルテンペストが聞き届けよう。ありがとうございます。我々はリムル様の忠実なるしもべでございます。任せておけ。で、守護者になったものの、どうやって村を守ろうか。まずは村を回って状況を把握するか。お、一章2話終わったみたいですね。これゴブリンたちにリムルが、さっきのスライムの主人公のリムルが
名前を与えるんですよ。そうすると村長とかがね、全然もうムキムキに変わりますよ。今全然名前がないんで、あのネーム持ちになるんですよね。ありがとうございます。あ、オートになってない。もうふむ、好きに使っていいか。まずやるべきことは、ガロー族ってやつらからこいつらを守ることだな。そのためにも、村長、この村の状況を把握し対策を講じたい。とりあえず俺の好きなようにやらせてもらうぞ。かしこまりました。かく。あ、なるほど、建国か。仲間の増加に伴い村を発展させる必要があります。ちょっとシミュレーションっぽい感じがあるな。家を建築すると村の住民数を増やすことができます。みんな、怪我の調子はどうだ？あ、リムル様、みんなリムル様のおかげで元気いっぱいっす。やる気十分だな。結構結構。じゃあ早速取り掛かってくれ。各チェックマークをタップすると施設が開放されます。住民数が増加しました。村の住民数が増加したため達成報酬が受け取り可能です。達成報酬では多くの魔晶石を獲得でき、仲間のスカウトなどに利用します。他に各種機能も住民数の増加に伴い開放が可能となります。家の建築やレベルアップの実施を推奨します。各施設をタップすると施設に対するメニューを展開します。レベルアップで住民数を増加させることや移動や保管で村のレイアウトを変更することが可能です。村に訓練場を建築することを推奨します。建築するとキャラクターの強化に必要なマスを獲得できます。みんな強くなったみたいだが、この森には魔獣がうようよいるんだろう。はい、しかしリムル様のご加護をいただいた我らならばさほど問題ないかと。油断は禁物だぞ。それにここが大きくなることも考えると警備隊も作りたいしな。よし、訓練場を作ろう。いざという時は俺が戦うけど、みんな強くなっておいた方が安心だからな。はっ、早速準備に取り掛かります。訓練場が完成しました。一定時間ごとにマスを獲得できます。マスはキャラクターのレベルアップに使用可能です。いいね、ボイスが。今後も家や施設を増やして村の発展を行うことを推奨します。村の様子を確認するためホームへ移動します。コク、達成済みのミッションが存在します。済みのミッション報酬を全て受け取ることを推奨します。性能が向上しました。スキルを獲得しました。オートバトル、やったー。スキルを獲得しました。大賢者が成長し、思考加速と神羅万象を獲得しました。戦闘中に倍速とオートの利用が可能になりました。ミッションの達成を重ねることで様々な機能が追加されていきます。コク、クエストや強化対象の推奨情報を展開します。ああ、なるほど、はい。引き
続きクエストを進行させることを推奨します。以上で。あ、ベニマル入ってきたな。お帰りなさいませ。ここまでが本当にこうチュートリアル的なものだったんでしょうね。いや、本当にボイスがあっていいですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。